町田市長の筆坂丈一です。市民の皆様、 FC 町田ゼレビアを応援するサポーターの皆様、そして FC 町田ゼレビアの選手、監督、スタッフの皆様、この度は J1 昇格および J2 リーグ優勝、誠におめでとうございます。 FC 町田ゼレビアの起源は市内の小学生の選抜チームということで、まさに私たちの町のサッカークラブが少しずつ大きくなっていき、こうして J2 優勝を成し遂げ、来シーズンから J1 に昇格するということに非常に感慨深いものがございます。シーズン開幕前に黒田監督とお会いしたときに、 J1 昇格と J2 優勝、それしか見ていないというお話がありました。私は今年は何か起きるぞと期待が高まりました。サポーターの皆さんも同じだったのではないでしょうか。今年の J1 昇格、 J2 優勝はクラブとしても町田市としても大きな一歩です。次の目標は大きく AFC チャンピオンズリーグ出場でしょうか。さらなる飛躍を大いに期待をしております。今後も FC 町田ゼレビアと町田市を盛り上げていくため、町田市とクラブとサポーターが一体となり歩んでいきましょう。この度は本当におめでとうございました。